今回は上野女流最強位と六浦祐太七段のネット後の対局を見ていきたいと思います。で、おてから見ていきたいと思います。黒番が六浦さんですね。六浦さんはアゴンキリアマ山杯というタイトルも取ったことのあるトッププロの、トッププロですね。で、こっちらにかかっていきましたね。 で、かかっていきまして、一気にね、挟んできましたね。で、コスミつけて。こちらにね、打ってきましたね。これ、開けば普通なんですけど、まあ、絶芸とかはね、囲碁 AI がよくすぐにね、おまあ、置き碁とかでよく打ってますね、西局とかで。まあ、開けば普通ですけど。まあ、これは白が後手引いてしまうので、 まあここら辺打たれてちょっと不満と見たのかなと思いますね。なので積極的に集めていきました。まあ、これ受けるのは聞かされなので何か隅受けるのはあの受けてもいられないということで挟んでいきましたね。まあ、これ当然の反発ですね。白本来だったらここ開きを打てないといけない場所なのでハサミは当然の反発ですね。 こちらに滑りまして、次に三三に入っていく手を見てるので、黒は受けましたね。まあこれ一見この大ゲーマーがなんか薄いように見えるんですけど、こういうのは無理なんですね。ここのここののぞきがまあ伸びがのぞきになってて利き筋なので、まあ、黒は反発はできないんですね。なので受けるぐらいと。でここに打った手が。 これ面白い手でしたねあんまり見ない形ですけど上野さんこの大ゲーマンが好きなんですよね。まあここはもういろいろありますけど、まあ、しっかりコスみましたね。あのなんかこの大ゲーマンの薄みが気になるかなと思うんですが、まあ、ここ片付きがきっと。 てると見てるんですよねここが利き筋なので大ゲーマーまでいけると見てるんですねか片付きを打たないで単に大ゲーマーに打った手がかっこいい打ち方でしたねで、こちらに進みましてで、この大ゲーマーの薄みをね狙ってますね で跳ねて当てていきましたねまあこれは継げば普通ですけどここで反発反発しましたねここの地点が急所と見たんですね確かにこれ打たれてみると納得の手でこれに対して継ぐのはこちらに打たれてこれ一気に黒の関係がなくなってしまうんですね やはりこれ白から打つところも急所なので白から打っても先手なのでねこれお互いの急所なんですねこの地点がなのでこちらに打って隅をねしっかり受けましたねで取ってこちらに手を抜いてこちらに打った手がいい手でしたねこれまだ黒外側空いてますんで これ、黒は手を抜くことが可能なんですね。まだ外側脱出する手ありますから。で、挟みまして。並びが手強い手でしたね。で、黒は一回急所に打ちましたね。で、コスミまして。まあ、これすぐに切っていくのは無理気味なんですよね。まあ、ないことはないんですが。 こっちらに当てられてしまって、やはりちょっと黒無理ですね。これは、黒が命がけのコになっちゃって、ちょっとこれは白取り版のコですしね。なのでまあこちら2目取るぐらいになってしまうんですが、こちらに切られて。で、取って、そばコが白からあるんですよね。覗きに打って。これなんか、 受けるのは取られてちょっとここで黒あんまりいいコ材がちょっとコ材黒難しいですからまあこれは解消する解消するというかまあこれ取りぐらいなんですね。こちらに取るとまあ気合で取るとま白も突き出してで黒も解消するぐらいでまあこれお互い気合の進行なんですがまあちょっと白の方がどちらかといえば不満ないのかなとまあ黒。 隅しっかり地を増やしましたけどやはりこの2目がね腐ってしまってここも突き抜かれてまあこれ白が不満ないのかなと思いますねなのでこちらに取りまして次に切りますよっていう手ですねこれはなので白もこれは必要ですねでハね出しがあるので行っ手備えましたねでこちらに 肩ついていきました。まあ、これ意味としては非常にわかりやすい意味で。まあ、下から受けてくれたら効かしなんですね。まあ、これ一本でも効かしいですし、もう俗にこうやってぶつかって、こういう風に打ってても止めちゃっても手厚い打ち方ですね。まあ、こういうような意味なんですね。なので、ここで、上野さんが鬼手を打ちました。こちらに付け越していった手がこれ厳しかったですね。 これはもう、まあ、相場、本来は受けぐらいなんですね。相場的にはね。何ですか、ちょっと、鬼手を打ちましたね。で、こちらに当てまして。これもお互い気合いの応酬ですね。で、次まして。まあ、白は、 真ん中を突き破っていったんですがこのここにツけた手がいい手でこれはですねまあ結論先に言いますと黒が得したのかなと思いますね白は真ん中突き破ったんですけど代わりに下辺を黒に突き破られてましてこれ白が分断されると左下の白が相当危険な状態なんですねで切りましてこれ分かりやすく捨てたのが良かったですね で、それから下がった手が、これがですね、いい手でしたね。まあ、ついこれ真ん中の、あの、下辺の方がね、弱いので、まあ、一見飛び、打ちたくなるところではあるんですが、打ちたいところではあるんですが、ここに跳ねる手が厳しいんですよね。これに対して黒が押さえると、切る手が成立してるんですね。これで次に放り込む手があるので、ちょっとこれ黒が困ってしまうんですね。 まあ切っても、まあ、すぐに放り込む手もありますけどまあ下がれば硬いですね。下がりまあ石頭絞りで打てば硬いですね。まあ、これで放り込まれて種石が取られてしまうんですよねこういうふうに打たれてまあ全部頑張ると黒が全部取られてしまいますからね。まあだからこれ羽が非常に大きい場所なので受けましたね。 でこういうい振りりりとなりましたこれはですねあのー、まあやはりまあ字的には黒が得したのかなと思いますねもともと左下っていうのは白地だったところがもうこれ全部黒の字になりまして黒字になりました で、まあまあこれ真ん中ね、あの、真ん中というか下辺のこの4子は捉えてしまったんですが、まだ黒からこの切ってくようなね、甲が残ってるんですよね。なので、こういう爆弾も残ってるので、ちょっと白としては、これ下辺結構味、味が悪いんですよね。甲の爆弾も残ってますし、まあ結構裾が空いてるので、そんなに大きな白地にはならないんですよね、ここの字っていうのは。なので、 まあ、字では黒が得したのかなと思います。で、ここって。これは大きいところですね。取りましたね。これお互いの、なんというかこれ、あの、取れば黒の根拠にも関わってくる場所なので、これは見た目以上にめちゃめちゃでかいとこなんですね。ここのこうっていうのは。で、黒はコ材を打ちまして、 取りました。で、ここでですね、あの、コ材を打って取れば普通なんですよね。まあ、ここは取る一手だったのかなと思うんですが、まあ、何かここら辺の真ん中の薄みを気にしたのかなと思いますね。ここら辺の。薄みを何か気にしたのかなと思います。なので、ここに一手かけましたね。 まあここの子を続けても黒そば項がここら辺にもたくさんあるのでちょっと勝てないと、項は勝てないと見たのかなと見たのかもしれないですね。で、黒こちらにもう材たくさんあるので、これが厳しいんですよね。ここら辺にも鉱材が、鉱材がたくさんあるので成立してるという読みですね。で、ぶつかって、これを抑え込まれたらいけないので受ける一手ですね。で、 ここで白からあんまり良い交際がなくてね、ここに打ったんですが、解消されてしまったんですね。で、伸びまして、隅の白は生きることができたんですが、黒はですね、先手でここまでが先手で効きまして、 これ黒字がめちゃめちゃ増えたんですよね。下辺、これ白地だったところがまた黒字黒の字がね、ちょっと増えまして。だいぶちっちゃくなったんですね、取り方が。なので、白ここでこう打ったんですけど、まあ、隅は生きたんですが、この三者はね、取られてしまって、外側の黒も外厚くなってますんで。まあここの、また右下のこうでは黒がポイント取ったのかなと思いますね。 で、こちらにコスミつけて先手を取ったっていうのが大きいんですよね。黒としても。で、かけていきましたね。で、ここでちょっと白が苦しい局面なんですね。なので白、ここで勝負手を打っていきました。で、コスミまして。で、滑って、跳ね出して、出て、 ここでですね、あの、なんと黒の時間が切れまして、まあ、白の時間切れ勝ちということになりました。まあ、これおそらくですね、一15秒の早後、早後で打ってたと思うので、まあ、そこでちょっと、あの、局面が難しくて、まあ、時間が切れてしまったのかなと、思います。これ結構難しくて、この後どうなってるのかっていうのは。 あの右上部分的にどうなってるかっていうのはいい勝負なのかなと思います。これこの後どうなってるかなんですが、まあいい勝負だと思うんですよね。な,なんですが一応、まあ抑える一定というか、まあ緩める手もあるんですけど、まあ気持ちとしては抑えたいところかなと思うんですけど、この切りがね、当てから切ってきて、この切りがどうなっているかっていうのが非常に難しい問題で、 まあ一例ですけど、例えば下跳ねて、続、まあ、に当ててかけ継ぎまして。で、これ目を奪うなら下跳ねるしかないんですね。で、コスミまして。このコスミでね、外側、黒が脱出できるんですよ。ね、止まらないんですよね。つけても跳ね出す手がありまして、まあ、これで白が打つ手がないんですよね。まあ、この図であればね。まあ、切るのはもう簡単に。 当たりで取られますからねでこっち跳ねても当てられて当てる手があってこれ種石取られちゃうんですよねこっち切っても簡単に継がれて取られてますしこっち切ってもこれも簡単に継がれて白がこっち逃げたら種石取られてますからね切る手もない だからまあ逃げるしかなくて。これは取られてますよね。次で。種石は取られちゃうんですよね。で隅白、まあ一線のオがきけば。で隅の白なんですが、一線のオがきけば一応手はあるんですけど、まあこういう手であれば、桂馬に滑る手がありまして。 まこれはですねこうなんですよね。なんか付け越しても一斉に跳ねる手があってまあこれは一応白取り盤ではあるんですがこう,なんこうになってるんですね無条件では生きてないということでまあ難しいんですけどまあ抑える点は十分あるところでまあこれ本当の変化の本当に一例で。 まあもちろんこういうことにはならないので、まあ実、白もいろ変化してくると思うんですけど、例えばここで跳ねないで、上から封鎖してきたりすると思うんですけど、まあそれならね、これ跳ねる手がいい手で、押さえるとこうやって、当たりが効けばですね、まあ出て、出る手があって、これ脱出系ですからね。上からなんか打つと跳ねに痺れてしまうんですよね。なんかこういう、 ここでなんか全部頑張り切ろうとしても次にグズむ手がありましてね次にこれ出て当てる手がありますからこれもなんか頑張るとこれは生きちゃいますよね黒が生きる手がありますよねここにまあここで生きとけば隅これこのこの生きで隅取れてるんですよね一線押さえてもこれが効いてなくて飛び込みで 白石全部取れてますんで、これ生きてるんですよね、オさえが来ても。まあ、というわけで、まあ、非常に難しいんですけど、まあ、正しく打てば、黒もなんとか、まあ、俗な手順で、もう本当一番愚直な、俗な手順でいけば、うん、なんとか、この石、あの、切られてもなんとか黒は、 しのぎはあったのか。まあどちらかといえば白が苦しかったのかなという風に思いました。というわけで今回はここら辺で終わりにしたいと思います。